MBS ヤングタウン。そんなお前な。ここしかようやらんてよ、そらおかしいよ、というわけでございまして、私食鉄ルベでございます。最低トムと田口真理で今ね、なんでこんなおかしくなったか言うたらね、田口がね今ね、あのカフを持ってるんですよ、カフ言うてあげたら女に、いつも福ちゃんですよ、そんなん全部できんのにもかかわらずやね、そこしか、こっちしかあかんねんな、隣のところしか、はい、福ちゃんの横しかできません。ああ、だって生放送でも今仕切りもやられて、昔吉坂忍さんっていうあの方おられたんですけど、あの人うまい方じゃないですかね、で一緒になってたら、吉坂さん、あの右の今日はマイク使ってもらえますか、言ったらガタガタならはって、あ、同じ場所じゃないと、わかるかも、吉坂さんもこんなんだろって、そこでないとよう言わんみたいな、そんな人、そんな、俺びっくりした、場所変わるともうダメだ、場所変わると真面目やねん俺ら、まあどこでもむちゃくちゃやねんから何でもええと思うんやけど、今日はですね、あ、来た、福ちゃん来ました、福ちゃん来ました、ちょうどよかった、テレビ出て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 た、トラさん、トラさん、意外と小さいんだ、意外と小さい、意外とじゃあそういう感想だ、あの福ちゃん自分で言うて、はいはい、何でしょう、名前やん、はい、毎日放送アナウンサーの福島のお送り、ゲストもうさっき紹介するゲスト、はいはい、今日のゲストですね、川端康さん、そして酒井愛さんです、よろしくお願いします、お願いします、はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。もちろん番組の感想や日常あった出来事なども送ってください。メールはやんたんアットマーク MBS1179.com やんたんアットマーク MBS1179.com です。またこの番組はインターネットでも配信しております。 MBS のホームページからどうぞ。アドレスは MBS1179.com です。今日は川端と愛ちゃんが来てくれましたね、はい、ありがとうございます、いや、あの福ちゃん遅れたんですけど、俺もちょっと2分ぐらい遅れたんですよね、はい、と一旦東京から帰ってきて家でちゃんと片付けして全部出てきたんですよ。あ、そうです。ちょうどねエレベーターにちょっと、まあそうじゃないですよ、断層ですけども、ちょっとそうじゃないかっていうような方がね、そうでもいいんですけども、中性的な方がね、いいんですけど、嬉しいわっていうのがあったんですよ、僕ね、ありがとうございますって言ったら、すっと俺次第に今日はできそうやって、何をできそうや何のことなの、なんだろう、怖かった、何だろうか、いや男の方ですよ、男の方で、今日はできそうやって俺できはったんですよ、ちょっと意味深なこと、仕事何だろう、何だろう、この夕方に、はい、上は女装のところがあるでしょ、はい、あるんでしょ、あ、ここ、あ、で、その6階ですけど、な、誰なんでしょうね、あの6階もそんなんあんの、6階もあんのないの、6階はない、あ、なんでお前知ってんの、ええ、道山町でオカマバーやってるヒデさんいう人だ見てないの分かんの、見てない、見てないの分かんの、お前なんでやったらいいの、そういう情報全部漏らしたんですよね、いやいや俺と太田言うだけです、男前であるんです、男前で、安藤、安藤男前で、男前の人やんか、ちょっと外人風な、あ、店行ったことある、行ってるんですか、安藤さんは常連さん、そうなのか、お前もそうなのか、俺は高校の後輩なんですよ、そうですか、で言うてもここのもう専務かなんかやな、取締役やで、偉いさんです、安藤さんの性欲すごいですよね、性欲、はい、だってフェイスブックだってずっとカキフライをカキばっかり上げてるんですよ、それ別に性欲関係、食欲でしょ、それで言うのは食欲、愛をよく、もう愛をよく取られて、愛を取ればいいって、であとなんか僕のフェイスブックにいつもコメントくれるんですけど、しょうもないことばっかり、僕が青森から北海道に電車で行くって言ったら、もうコメントで青函トンネルを越えられるんですよみたいな、気持ちよさそうみたいな、これどう返したらいいんだろうと思って、いやこの間たまたまね、はい、なんていうのあれ、妊活、ほうほう、妊活してる子と一緒にやって、俺の知り合いの先生が来はって、はい、その人がもうちょっと妊活も専門やねんね、はい、あのニューヨークの人ですよ、妊活も専門、僕はそこが得意なんだよとか言うとあって、はい、で、あのなんていうの、中学の、はい、あの頃の性欲を取り戻すと、まあそのね、そういう性欲っていうか、はい、もうムラムラする中学生の気持ちを取り戻すには中学生の生活をしたら絶対に、男はね、男やね、やっぱり、中学生の生活ってずっとから、もういつももう、よう寝て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 、それでね、はい、まあまあ食べて、はい、それで運動もすると、はい、そうするとそのなんていうか絶対に生まれると、ね、男やねんて、
で男の、まあ、そういう精子がね多かったらいいと、はい、何やろヘモングロミンちゃんもう一つねとかミジンコちゃんはねミジンコなんだろうミジンコ今カタカナやということしか伝わってないそれしか今日は出なかった小さいっていうことは分かるかお前それねもうちょっと情報ください何だろうなんかまあ言うたらそれがねものすごいあったらいいってその強い人が生まれるとでほんまですかいな僕は82の人をあんが、はい、その産んだっていう産ましたんでシトルリンシトルリンちゃうじゃんシトルリンじゃないですハンドさんでもさすがに82の人をえそのお父ちゃんになったと男が82で、はい、相手はまあ22の女の人だけど、はい、でえー、えー、言うから、まあ、外国の人なんですよ、クリント・イーストウッドそれに、それに妊娠させた人を描いてたんや、クリトリクリトリさんクリトリクリトリスウッドって今何て言おっしゃったクリトリスウッドはい、うん、そやで愛ちゃんそれね、中学生ぐらいのねそういうことがあったらもう絶対女の子はもうあれやったら大丈夫やってだからカラオケとかでも、はい、あのまあ、僕、まあ、今年50になるんですけど、はい、なんかこう若ぶって今の流行りの歌を歌ったら若返るんちゃうかと思うんですけど僕、まあ、昔聞いた話なんですけど、はい、自分の若かった頃に流行ってた歌を歌えば若なるというだからそういうことですね中学のそういうなんか、はい、青春時代とか、はい、青春時代、はい、まあまあ、認知症の加山雄三、ね、雄三とか、ね、加山雄三さんもそうですまさにね大事なビートルズやあの歌はそうかそうか GS ブーム誰やの誰やのいや僕らあのサザンそうですねタノキンとかタノキンとかあの辺は一つの本堂雅彦さんとかあー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 ギンギラギンやそうですねそれをもうねやってたらいい嵐とか歌ってまうのかちょっと絵描くして歌ってまうのかお前なんやな僕33ですから今スピードがもう全盛期でああそうです同い年ぐらいですからそうだそうだ今江里子先生と同い年ですから今じゃあ議員さんたちもしてくれてもうやっぱりスピードとか聞くとその時代のことちょっと思い出しますスピードなぁすごいな今江里子先生だ今江里子先生まずかね当時、ね、のアイドルがまさかびっくりしましたよねあすごいやんか、そうあそうかそあれかそのまあタノキン時代やなそうですねで福ちゃんは誰やの僕、まあ、ちょっと環境が特殊だったんで、まあ、我々の世代で言うといやいやいや言うたらええんか、まあ、もいわゆるモームスの全盛期けどもただ僕はその時はもうずっと藤山一郎さんとか庄司太郎さんばっかり聞いてたんで絶対子供生まれよそういやいやいや直立不動の子供が生まれてきますよ厚見教師厚見教師厚見教師ちょっとそういうのが聞きにくいかもしれないですねなるほど他の人からあの自分はなんやね私も本当モームスですモームス世代同士ですからはい、同じ年なんですここ3人一緒なんで、はい、あそうかそう、うん、大中小と揃えてくれて面白いトリオに歌うの今カラオケ行ったら何歌うのモーニング娘かあのリップスライムですリップスライムリップスライムラップですよラップやなリップスライムラップできるの乗り切れんのリップスライムは歌えます歌えるのどんな歌やねんYo 派手な化粧俺と決闘夏のファッションペイアテンション文句のないシチュエーション焼けた肌と海がモチベーションそんな子供生まれへん大凶ラップ大凶にラップ聞いてある方にすごい一本調子でした一応体をゆすりながら歌ってましたね上下リズムやりました伝わってるしラップの人って結構大きい人もいますからねそうですね体格のいい方今のラップめっちゃおもろかったすごくなんかできそうな気がしてシンキーでやることないの新喜劇ではやったことないですちょっとやってみそれええでちょっと向かってYo 派手な化粧俺と系統夏のパーションペイアテンションもう全然感情が見えてこないそうでも手もちゃんとラップちゃんなんて言うよね夏のパッション夏のパッション今で涙流したらウミガメがこんでるすごいなこれすごい面白い新しい最強ラップラッパーっていうキャラクターができそうラッパーできるねだからずるいよ何でもできるよなそうなんですいやだって恋ダンスもすごいお前もやってお前もいやちょっとうんこみたいなな感じいやいや全然そんなどういう意味ですかいやいや CM のうんこみたいな感じでなかなか流れへんみたいなそうなんですか形じゃなくて頑固さですかなかなか流れへん宿便みたいないやいやでもそんな何でもだから新喜劇ってすごいな考えこんだけ発展してきたやんいろんでもいろんでいけるわけどんなことでも恋ダンスすごかったですもう何百万再生で
小籔兄さんがプロデュースで、はい、で、はい、はい、やらせていただきまして、で小籔兄さんがね、あのもう明日撮るぞと、はい、前日の夜7時ぐらいに皆さんお達しが来て、うん、でまあ集まれる人だけ集まって、川端兄さんなんて自主練で踊ったんですよ、あれを。そうなんですよ、僕が聞いたのが夜10時ぐらいやって、でみんな練習してるって言うんですよ。足手まといになったらね、そうそう、あかんやん、あれ揃えなあかんからな。そうなんですよ、足手まといになったから僕はもう家帰って一人でやるわと、自分のペースで、それでみんなで集まって、ね、はい、集まってやって、宇都宮牧姉さんとかもおられて、牧姉さんももうあの牧姉さんも10時ぐらいに聞いておられたんで、もう何回も何回も必死で、ほんま親の敵かっていうぐらい戻ってたんですよ、牧姉さん。そりゃ怖いわ、小籔警察捕まるやな、小籔警察、小籔警察捕まるやな。私もあのしっかりやって、でよっしゃ7時に撮るぞって、朝7時になったら小籔兄さん来てなかったんですよ。おいプロデューサーと思って、うそや、どういうことやねん、これ来てなくて、小籔の差し入れのサバ寿司とかが置いてあったんで、みんなそれで許そうかって、サバ寿司食べながら。美味しかったです。小籔は踊ってないの、それは。踊ってないです、映ってもいないですよね、映ってもいないですよね、はい、あいつ踊られへんのちゃうか。でもあいつの言い分としては、僕が出るとみんな自分ばっかり見てしまうという、なるほど、これはね、逃げゼリフなのかほんまにそう思ってるのかは、もう最後までわからなかったんですけどね。いやでもそれは再生回数がどれぐらいやって、いやもう540万回、すごいすごいですよね、それはもうすごいな、それは。いやそうです、ほんでもう1週間ぐらいだけやったんでね、うん、番組が終わったらもうその時点で切らなあかんのんで、うん、もう1週間ぐらいの間だけ、もうニュースにもずっと、そうですよね、新喜劇の恋ダンスが面白い、恋ダンスの動画って各局作って、ね、作ってんの、系列局がそれぞれ出していたんですけど、うん、もうぶち抜きでもう一番人気ですごかったんですよ。それはでもこのキャラクターやで、はい、せやで、こういったんずるいですよね、ずるい、ずるいよな、俺あのセットでね。どのセットで踊ってステージのね、普通の新喜劇のセット、それはおもろいやな、そうなんです。誰が振り付けしたん、それはあんねんけども、あ、もう全体は YouTube を見て、その教えてる YouTube があるんですよ、やっぱりね、あんだけ人間やってる、それをみんな各個人で見て、あれもう普通に一般の人が見るようなあのレッスン用のやつですね。だけどね、おのおのオリジナル入れるからね、もうどれがもうまず分からんようになってくるんですよ。そっかアレンジするからみんな。みんな癖強く踊ったりするからね。どれが正解か。川端踊れた。川端兄さん踊れてました。ギリギリアウトでしたかね。あんな揃わなあかんの嫌やな。誰が一番お上手だったんですかね。森田真理子姉さんとか、スッチも上手かったですね。スッチさんも上手です。あ、そう。ちょっとまあ敏速やねんな。そうそうそう。綺麗で早いんですね。はい。スッチは良かった。綺麗すごい見てて、やっぱりあれ何度もいろんなの見るから比較できるじゃないですか。新喜劇のやっぱり動画、やっぱりみんなしっかり本当にやられて。いやだからあいつね、あれ誰や、本家本元のやった誰やったかな。星野源。はい。源がちょうど頭の線切れかけて一遍手術した。ほんで俺が読んで、はいね、それでそのさっき言ったようになんていうの、妊活を治さはった先生がいてんねや、はいはい、その先生は本当は脳外科医やで、ほんで俺それ読んで言うて、それで札幌の病院で手術して完全に治ったんや、すごいすごい、クリップで止めたからダメやっていうその先生は言わはって、おうん、そうやで、ほんだから今も完全にええねやな、すごいお医者さん、それで復活されて、だから札幌のここへ行けいうことでしょ、あれ言わはって、でお前行ってこい言うて、でだから武道館やめて、それで向こう行って復活したら、あんなすごいことになる、さらにすごいですね、すごいですね、すごいすごいで、その先生はその先生がすごい、その先生もすごい、その先生がすごいね、その先生はね、その先生自身は手術してはれんだけど、いろんなこと知ってはるわけ、ここっていう、あ、なるほど、ここへ行けとかね、紹介してくださるんですね、すごいよ、札幌に名医がいたんですね、札幌に名医がいる、はい、でうちでもそうやけど、ここでこうやって、あ、松山のこの先生がいいとか、へー、もうそういう、あ、その症状によって、そうそうそう、あの人も医者食べログみたいなもんやった、医者食べログ、医者ログ、医者ログ、医者ログ欲しいさえ見てたら欲しい、医者ログでも怖いでしょうね、先生たちにとっては医者ログ、医者ログ評価落ちたとかなりますね、そうですね、うん、なんかすごい素敵な人やね、この人は、もし何かあったら紹介するわ、お願いします、いやいや、え、何笑ってんの、
何も笑ってるんですか、どうしたんですか。いや全然違うこと、違うこと考えてる。まずゲスト迎えてんのに違うこと考えて余裕やな。これを上げるのもわからん女だよね。スタジオ来てからずっといろいろ間違えてきてるからもうみんな爆笑してましたけど、いやいや違うこと考えて、いやもうだってエスカレート式はエスカレートしてるとか、なんかもう全然もういっぱいあるよ。エスカレート式って言うんですよ。で僕はね2回までは耐えたんですよ、そう言ってた学校がね。もう3回目にいやエスカレーターやんなという。ほんで僕をどう思ってんのかわからないんですけど、さっき喋ってたら、あの私あの新体操っていうのをやっててね、いや新体操ぐらい知ってるやん。知らないもののように言う。誰もお前ええかげせよ座長や。何人か束めとんねん。え川端組ってあんねん、ちゃんと知らないと思う。小さい時からほんと見てたんですよ私は。川端さんのこと、そうで嬉しくなっちゃって日本語がちょっとおかしくなった。嬉しくない時は日本語はおかしいです。どっか抱いてもらえ。抱いてもらえ。なんか変わるかもしれない、その気になってしまいます。気ぃつけちゃう。それは新体操なんかガーッ上がる。後ろでギュー立てる。何がそれすごいことだな。それはすごいことですね。夢のような、夢のような、夢のような、こっちは届かんが届くように、すごいなこれ、はい、届くようにしてくれる。届かないのじゃん、男の夢です。漫画で見たやつ、金の花みたいな、漫画で見たやつ。クリント・イーストウッドやったらあのうまっしょると思うわ多分。そうですか。やっぱ相手のいること、相手も言えなかったらあかんからね。そうでしょ、そんなも何も、そんなも82歳だよね、そんなことを感じるいうのはよっぽども中学生ぐらいにならないと。やっぱりだからまだ若いんですよね多分。そうそうそう、精神的にも、うん、そうやで。そのなんかなんかしてこっちへというあのあれするんじゃないねん。そのなんていうの、精子をこうやって取ってもうごく自然な、自然、自然、それが一番すごいですよ、ね、すごいやろ。それが一番いいんですね、やっぱりなんかそれが一番、それはいいねん、それは。まあもちろんね、無理な人はそうしたらいいねんけど、それが一番やねんって。でもなんか私昔聞きましたけど、うんうん、男性って10代20代30代40代50代っていうから60、70、80、90、90代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 
臭くなんねえ。それ伸びたでダランとしたあるわ。悲しいな。でも50代でも大衆風呂行ったらな、そんなもんもうびっくりするな。おじいさんほんで、いや今何やこの人、何やこの人って、はい、もうダランしたあんねんけど、はい、これ昔えらいことなってたやろな、思う人いたんで。しっかりとした方だと思いますよね。昔は男前やって、あそこも男前やったのかと。あるある、そうそう、女子と一緒なんですか。え、女子もそんな見んの。これ垂れてくるじゃないですか、父って。え、男性もそうなんですか。垂れてくるあのやつ、父ってバーッと垂れるじゃないですか。男性の場合は別に常にこう10代であろうが20代であろうが常はね垂れてる。常からのやつは10代でそんな古いやいかねえ。そんなもんどんどん入ってきてる。何やねんそれ。もうプールの時間とか必ずいじめられる。それは何かの病気やろ。お前ちょっと見せろってなりますよ。お前ちょっと見せてみろよって絶対いじめられます。おかしいやんかそれは。で分からへんかった。そんな人おらへんやろ。一緒でショーンってなんのやな。なことあれへん。いつもあったらでね。だからほんまでもおじいさんなんかでもびっくりする人が、はい、なんものさ、ね、ほんでクリーンとあの向いたらしながら。いやいや、あの分かります分かります。クリーントンイーストウッドじゃない。全部それに寄ってるでしょ。ギオンみたいにクリーントンイーストウッドは関係ないけどね。最終風呂関係ない。もうオーバーニューや川端ぐらいのあの気筒あるよ。何やろクリントイストなわけない。いや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 、そんなおじさんおじいさんいたのダランとした。あれがダラン全員見ちゃうでしょ。そのおじいさんそんなのいたのダランとした。いやマジでノック先生なんかめっちゃ多かったで。ノック先生文珍兄さん、文珍兄さんめっちゃめちゃそうです。
ほんまにどこでお風呂かなんかで見そうそう文鎮兄さんも有名やそれ、からなないないの岡村そうなんですかそうやでやっぱでも身長関係ないんですね関係ないねないないの岡村なんかもう自分よりも大きいんちゃうかなどんな状態なんですかチンチンに岡村がついてるみたいな同期なんですよ見たことないですねそう本気の時はねなかなかの本気の時本気の時川端見れたって嫌や嫌ですねどんなにしてでも好きなとこ見るの野風呂僕の知ってた野風呂ね原田野風呂これはもっと大きいやからあれやけど本当にもすごいですよタバコ吸わしちゃうんだもんこれねどういうことですかどういうことですかどうやってですかこのここに加えてそんなめっちゃ宴会芸チンチンめっちゃ不良じゃないですかチンチンの不良やないタバコはここへかましちゃうんだもんすごいよ本当に痛くないんですかねいや知らない俺知らない俺は知らない誰もわかんないですよね俺爪楊枝でも痛いのにいや爪楊枝誰も大事にしてる何かもそういうもんじゃないですそういうもんじゃない皮が伸びると結構ね皮が伸びるあの星田さんが携帯入れてるでしょはい、ラジオで携帯入れて顔を伸ばして携帯を、まあ、ガラケーのやつをパカッて入れてあの携帯をしまうっていうのをラジオで玉やろいや違うですあのこの皮で顔に携帯を、いやこれはもう僕ブースの外で見てましたからどんなラジオだろうと思いましたけど放送したんです放送されてましたじゃあこれぐらいいいか別にそうそうそんなことはねまだ袋やったら分かるよ袋やったら俺とよう遊んだの袋でギューってしてな大福もチーズよう遊んだよう笑ってもよう笑っても大福餅でよう笑一番面白いですねそうですねまあ一番面白いです最低なことですけどね書かなくていい大福餅書かなくていい服は漢字で書きなさい大福餅の服書かれんのお前ちょっと書いてみな大福餅はこの際ね仕方ないしても餅は難しない難しいけど大福餅の服はちょっと言うたらあかんで言うたらあかんで大福餅なんか多分こういうのがやった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 ねえかきよったねえかきよった来た来た来たよ大福餅ねえかきよった何かしらうわーこれはねただ偉いことすごいな偉いなこれはどう説明したんですかね出てこないなあのねあの曽根崎の曽やね衣辺にね衣辺にね曽根崎の曽書いてんねお前なんでこんな難しく大福餅やろ大福って知らん服は知らんそっちの方が難しいずっと横にいるんだけどあ、ほんまやあれやそれも見て書くんだよああこれやそうですよそうですなるほどこれねほんであのねほんまにね僕ちょっとあのまあほぼ初対面なんでアホやなと思うのがね大福持ちでメモった時に全部ひらがなで書いとけば別にこいつ漢字で書くつもりなかったやつ送ってもらえるんですよそれアホやから台だけ漢字で書くと福餅が書かれへんかったことが自動的にバレるさすがさすがお前なアホやと思われん方法をいろいろ考えあなるほど全部ひらがなで書けばそうなんですよそれやったら別に誰も何でもないそうやったかあんねんなそうそうそう台書いて福書ける漢字だけ書いちゃうから背伸びしちゃってるから数数えすんのはどうなってあそれでは知ってるアホはこっちに逆からね小指からこう数えるこれができないのでこっちになったんですね何の消去法違う違うそれは間違ってるそれは普通右手はできるんいやそれでしたよいやじゃあ死んでいいんですよそれは死んでねあのね京都から大阪に通うときに歩いてきたらしんどいんで電車乗るみたいな考え方歩いてこんでええねんっていうもうそのまずスタート間違ってるんですよスタート出だしから失敗しちゃってるいやいやねあの俺弟っていう映画があったはい、それでそのアホを表すためにまあ俺じゃなく俺の奥さんが木村みどり子で、はい、それで俺が金ばっかり使うんだけどその計算するのにずっとあのその言うた山田さんは小指から俺言ってるねするとものすごくちょっとアホに見えるわけよ数字が苦手な人にすごいですねそれなるほど、うん、俺パッと見たらうちの兄貴の彼女がそうやったわ
あ、この人やと思った。俺そんな人が日常におたことやな、兄貴の彼が、ってまあいいですね、いいバロメーターかな。ゴルフめっちゃ言うたやろこれ、ゴルフ、はい、そんなの減ったよね、はい、めっちゃ、はいはいはい、俺ビッグみんな計算してて、はい、それで、まあ、俺が50ぐらいで、ね、うちのやつが47ぐらいですね、はい、まあ、うまいわな、はい、で、あ、いくらやったのって言うて、はい、めっちゃ叩いてんねんね、45言うたやほんならな、兄貴はこいつよう計算せえねん俺と同い年で自分の恋人よう計算せえへんやつって人はめっちゃええねん。そうですよね。ほんでな、そのなんか、まあ、ちょっとした会社っていうか、あのスナックやったはんねん、まあ、もう飲まして計算するのやだ、はい、やってもらうねんって。ここがそうや、ここがそうやもん、はい、ね、コンビニに勤めてて、はい、できへんねんもん。そう、レジ打ち間違えたら自分で計算ができないんで、お客さんにお釣りいくらですかねって聞いてそのお金を渡す。いやいや、でもあ、レジができないの。レジを打ち間違えたらもう自分で計算するしかもうレジが打てないので。なるほど、打ち直しができない。そうなんですよ。だお釣りがなんか、100円のお会社のに10万みたいななったことがあったのが打ちすぎてゼロが多い、ね、嬉しいとすいませんってなって、で、ちょっと計算があってなって、あのお釣りいくらですかねって言ったらいくらですよって言ってくるんで、じゃあこれどうぞ、ありがとうございます。兄貴の彼女だったらどっちもできる。二人で、二人でね、分かんない、分かんない。優しい、二人とも優しいですけどね。そうですね。優しい。優しい。やつや。あの人を信用する力はもうすごく。そうそうそう。だからその人株もやってんのよ。はい。株でも、株でも儲けたはんねん。え？いや、というのは分からへんからみんな預けはんねん。ほんだらこの人騙したあかん思て、はい、あの株で、今回株でハワイ行ったやもん、はい、すごい、すごいよ、それ人がええっていうのはすごい大事やな、はい、向こうもだからやっぱ騙しちゃいけないと思うそうやろ、はい、いやそうですね、トイレとかも綺麗に使っていただいてありがとうございますって、はい、さっき書いてあると、はい、絶対汚くできないですもんね。そうそう、そうですね、絶対できへんわ、ほんまに。なるほど、生放送で仕切りやってんですもんね今生放送で仕切りやってんの、この間間違えてられたんですよね。何何、いや僕着いた瞬間に間違えたって言ってた今日、うん、はい、なんか生放送でね、なんかあの映画の紹介の、まあ、ちゃんとしたなんかこう紹介しなきゃいけない。みんなちゃんとしてんね、じゃあみんなちゃんとした紹介、これもちゃんとしてる、これもちゃんとしてるそっか、なんかそこにそっかどうお前とお前松竹芸能やしなそっか、俺がだいぶ怖いそっか、馴染みのホステスさん、ここら見てみーな、見てみー、マキ姉さんとかね、そうですね、小籔兄さんとかね、川端座長とか、これやってなきゃ川端兄さんとか、そうか、そうか、そうか、松竹芸能だ、鶴瓶さんって敬ってます、敬ってますね、敬ってる人に敬ってますって言わないでしょ。テレビ何失敗したんですか。なんかカタカナのなんとか号が爆発っていうのを読まなきゃいけなかったんですよ、うんうん、それは読めるやろ、カタカナだった、カタカナも苦手なんですよ。いやいや、それはもう俺と一緒やろ、カタカナ苦手やろでしょ、うん、なんかでデルトロンやとしたら、はい、私は多分デントロンって呼んでたんですよね。まあまあそれはまあよう、うん、なんな、まあまあね、なあ、アパマンのことアンパンマンって呼んでた。そうですよね、そうやろ、アホはね同じ間違いすんねんだアパマンのことアンパンマンって呼んだことない。アンパンマンなんかアンパンマンっぽいなっていうのはありますけど、お米券のこと変に呼んだことない、ね、これはもう絶対言われへんけどね、これはひらがなやから読み間違えないですよ、ね、僕ケツメイシのこと、僕はケシメイツと思ってました、ね、ずっと思ってました。なるほど、ケシはちょっとずっと言ったんですよ、スクールメイツとかのこのメイツ、そんなあのお前割とそんなきっちりしてるやん。僕それ僕カタカナ全然大丈夫です。俺カタカナもんまにあかん確かにお父さんが、はい、あの西日本ネクスコ、はい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 、のことをずっと西日本ネコスコって言ってましたネクスコに世代が高速道路のねネクスコ西日本。いやいや、でもカタカナはあかん。うちの師匠コラクもやっぱりカタカナダメですね。あかんな、この年はカタカナあかん。ベローチはずっと今もベレーチョですし、ベレーチョに行ってくる、ベレーチョ、ベレーチョって何だ、はい、サイズリア、サイズリアと、サイズリアもサイズリアと、もう全部やっぱりちょっと惜しい、ちょっとずれて、エクセルシオールが一番ひどくてエクスタシオールって言ってて、なんか一晩中手帳みたいになってて、で師匠それはやめてくださいって覚えてくださいって、もうなんならコーヒーショップでいいですってあえて言わないでください。いやいや、ほんまにでも俺今日でも
怪盗グルーの月泥棒 の、はい、あのアフレコやってんけど、はい、カタカナ多いやんか。あ、なるほど。怪盗グルーやで俺、怪盗グルーやけど、うん、カタカナ多いね。ミニオンとか、まあそれはええねんけど、あいつの出てくるやつがまたあの悪者がものすごいカタカナやん。まあ大概カタカナですね。大概カタカナ、感じの悪いやん。そうですね、あんまりやっぱカタカナがなんか入ってきますからね、感情移動に。カタカナやね、カタカナ。だから USJ のこと UFJ って言う。ああ、よく持ちで、まあ、そうですね。一回こう、はい、ね、入ってしまう、ゆったりしてからしか言えないですよね、あれね。なかなかつ、あれじゃん、頭やろ、案外。うん、普通やと思います。本当に普通。普通よりちょっと上ぐらいやったら。まあ、ここらにいて、ここで一番頭ええのやん、誰やろ。そう、福ちゃん、まあ、ちゃんとしとかなきゃいけない、ちゃんとしとかなきゃいけない。しっかりしてますね。しっかりっていうか、もうやっと最下位ではないのんで、ギリギリね。まあ、ちょっと俺はだから頭の悪い方よ。いや、もうほんま情けないとこ。あのね、はい、今日でもね、メガネケースの硬いやつがあって、ほんでね、もうあれをもう何しようかな思ったんやけど、パーッとやってメガネ入れるやんか、はい、でパタンと閉めたんやけど、ここグー挟みよって、はい、痛い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 。なんで自分のメガネケースにね噛まれられないか。カチンって硬いやつですね、硬いやつ。自分で閉めてますからね。痛いで、あれメガネケース自分のメガネケースに噛まれた人なっさけな。それと昨日な、はい、昨日あのあれご飯食べて、弁当食べたんや、で、あのなんかまあ失礼やけども、そのなんていうの、おにぎり大会で亡くなった方がおるやおるんだよ。あ、はい、早食いの、ね、早食いの、なんかもう気ぃつけてんのよ、それはこの年なんて、はい、であれだから食べてんねんけど、くっつー集まったんや、はい、ってほんまに昨日ガンガン思ってね。でこんなやったらすっと開けれるやんか、はい、でもあのこれ伊藤園のストローのやつあるやん、あ、ね、そがそれしかなかったよ、ストローか。ストローは入らないんか、なかなかんで。ストローがカッカーなんね、カッカーってカッてやって、ストロー吸おうかな思ったら人が挨拶行きやって、あの開けましてもう長いこと思って開けましてもうそんな挨拶、偉い人の挨拶もどうか、お茶が好きな人みたいな、あれ死にそう、危ない、危ない、危ないで死ぬで、危ないで、それは死ぬよ本当に。向こうはちょっとボケてらっしゃるかなって思うぐらいね、多分こんな歌も絶対面白い映像になってるでしょうから、あのね、糸江のね、あれちょっと俺も糸江に提案するけど、あのそのビニールがね、あちゃんと、あそうっすね、あれへんねん。ビニールを取ろうと思ったらこう伸ばすやつ、伸ばすやつ、伸ばすやつ、伸ばすやつがピュッと取れてしもて、短い短いのが日本残るみたいな、もう上しか座れへん。だからそんな行動もほんとあかんねん。だからアホや、俺もな、その兄貴の恋人言われへんからな、兄貴の恋人言われへんからな、不器用やわ、器用やろか、アバター。いやでも僕もね、そのおにぎりは冷たいです。一回水を飲んだ時に、水で死ぬの、急いで飲みすぎたか分かるんですけど、詰まってしまった時があったんですよ。水が詰まるってなんやねんこれ思いながらね。でわずかにね、僕の場合はね、ちょっと隙間があって、ちょっとだけ息できるんですよ。水が流れへんかったやん、もうなんか止まったままで、ちょっとだけ隙間があって、でずっとそのちょっとした隙間を頼りに息してるんですけど、わわわわ、これはちょっとやばい、あかんで、水なんて入ってしまうやんな、ほんでもうね、救急車に電話するかどうかギリギリまで悩んだんですよ、水で。でこのまま歩いてても病院まで多分たどり着かないし、もらってしまうし、ものすごい葛藤が続いて、どうしたんで、で唾飲み込んだんですよ。そしたらスッと通って、 あの時はほんまにもうびっくりしました。もう何が起こったか分からない、パニックがありますね、そんなことは。でもパニックにもう一人暮らしなんですけど、今誰も見てないですけど、割と平静を装って俺は大丈夫だみたいな、自分に言い聞かせて。でも心の中もやばかったですよ、あれ。俺も汚い話やんですよ、うんこの出ない時あるやんか、もうグーってもうそんなんないのよ俺、でも出ないねん、グーなって。ほんでこれも館長買いに行こう思って、ほんで自転車でそんな出なかったんですね、全然出ない、そんなことあらへんのよ。で館長買いに行って、館長モーター時点でめっちゃ下なってみんなバンバーってそれガーって、もうこいだらあかん思って、ゆっくりこうやって自転車持って、館長持って、モテそうで、あれはもう死んじゃったな。
ホッとするんですね。ホッとしたよ、ね、なんか、そういや、もう、いいからやないですけど、こうた時点でこれは大丈夫です、ね、治った気に感情いらんねん、精神的な乗った時精神的感情が自転車乗ったら絶対出るもん、バババってで、そんだけ出てないからものすごい出るやん、はい、道端でそうなったらえらいことやん、いやいやいや、大変ですよ、うんこ漏らしてたら面白い、フライデーでもね、いや、あるやろ、フライデーはほんまに乗らへんの、俺フライデーちゃうわ、あのね、あのヤフー、ヤフーニュースですね、俺この頃、はい、だからね、テレビ出てて、まあ、1ヶ月半ぐらいに骨折ったんやんか、11月の足の骨折ったんやん、知らんやろ、はい、な、乗ってないですか、乗ってないの、乗って今頃テレビ出てた人がみんな電話かかってきて、ね、大丈夫とか言わないけど、もう治った、だいぶ前でしょうもないことはネットニュースに載んねん、僕ね今日も発見しました、あの師匠はまた新しい変な、変なね、師匠は人間パワースポットっていうニュース知ってます、知らんわ、これあの最強のパワースポットは笑福亭鶴瓶、これヤフーニュースで、これヤフーニュースで載ってました、こんなしょうもないの載んねんやったら、あのなんでこれ足折れたって載してくれや、いやいやいやあのもう鶴瓶さんのこと応援してる生き霊や死ぬまで会いたいと思ってる人はもうすぐ死んでしまう人の生き霊を死んでから会いたいと思ってる人はみんなもとにかく鶴瓶師匠に会えばパワーをもらえるっていうニュース、すごい、そんなんもう人間パワースポットになってますでしょ、俺だからこの今週刊誌、もう週刊誌言うたらな、あれけど週刊誌も出てんねん今ね、その嘘ばっかり書いてあんねん、そのあるね、あのその有名なあのまあ言うたら賢治さん、はいはいはい、見ました、見たやろ、見ました見ました、賢治さんが、あの賢治が怒って電話かけてきたん、はい、で一郎に会わせてくれてというか、一郎のなんかのパーティー行って、はい、去年な、はい、俺で一郎の前で言うたら、まあ大手仲良くなって、一郎とはもう一郎って呼び捨ててくる人が言うから一郎言うてんねんね、うん、もう一郎さんになるやんか、どうしてもあんなすごい人やねんから、はい、一郎さんやったらそんなん言わんといてと、もう気ぃつかんって言うてるから、一郎って呼び捨てにできたんようやく、はい、で去年の2月に知り合っただけやで、でそれからこの間落語をねたまたまサプライズでしてあげて、はい、あのまあ言うたら落語したわけやんか、そこ行ったら一郎さんと、一郎と王選手、王監督がおったんや、王会長が、はい、でムネリンとおったんや、そんなん、それを出会わせたんがそのあれや、ケンジさん、ケンジさんやねんけども、はい、逆やねん、俺がケンジさんに出会わせて、うん、ね、一郎そういう記事になってましたね、うん、ねそれであのケンジさんの、ケンジさんって女の人やねんけど、はい、ケンジさんの女の人、あ、そうですか、いやちゃうわな、あのな、あの弁護士とか検事の検事や、あ、そうですか、うん、そうです、沢田検事さんみたいなイメージずっと聞いてる、イメージは一応仮で沢田検事さんしか書いてない、なんやら知見の検事さんで、なるほど、なんやら言う人やねんけども、はい、この人綺麗な人やねん、めちゃくちゃ綺麗ねん、なんで俺がお前おったことある、その検事さん、あの僕もあの、あの時太鼓の横で、あ、言ってたやろ、はい、あ、そうやろ、はい、あ、先生おったやんな、綺麗な人やん、綺麗な方です、綺麗な方です、ね、あと、あの、まあ悪いけどね、あの人ね、そうですね、あの、はい、まあ悪い、落語して、サプライズやから、はい、落語する時みんな食べ終わって、はい、から落語するやん、普通は、はい、その前か、はい、でもどっちでもいいから、もうみんな食べ終わって酒飲んで、今っていう時言うてねって言うて、こっちがもう待ってんねんな、俺は、はい、ずっと待ってたんよ、テンションで、うん、ほんでバーッと来て今今今ですよ、いつや今大丈夫なの、シーンとなってる、今シーンとなってます、これ開けていいですか、今何してんの、上海館にみんなしゃぶってます、そんな人だよお前な、上海みたいになしゃぶってる時に俺らこうして迷惑やでと、シーンとはしてるけど、そんなもんね、みんなチュッチュチュッチュしてる時にな、急に開けて今って言うてるな、そんなわけないやろ笑うことまで拍手もしにくいけど、ちょっと片付けなきゃいけない、いるのはものすごいいるでしょ、いろんな情報が多いですよ、上海からここでなんてやってる時に、ここに出てってなりますよ、変わってるやろ、ほんでそれがやな、あのこの出てたわけやな、ね、はい、俺が一郎を読んだってなって、ね、紹介してやったみたいな感じ、それも6月のその人の誕生日会で、6月な、一郎メジャーに出てんの、3000本あんなの大事、なんで裏取れへんやろな、ほんまかどうか、加減な感じですね、それみんなどういう情報ですか、ええ加減なもん、ええ加減やで、だから週刊誌に出てんのってほんまにええ加減やで、俺が言う、ま、分かるわほんまに、あれも、まあ、僕も読みましたけど本当に結構なんか適当ですよね、だから適当やん、はい、そのむちゃくちゃやで、はい、俺にでも電話かけてこい言うねん、ほんまでしたか言うたるからって言うたるやんか、そんな別にその人とできてるとかちゃうねんから、そうですね、せやろ、言うたの、ほんな検事がやったことでもうこんな
もう失礼な訴えるか訴えんでと権利さん何を訴えねえややこしくない違うの一番腹立つの女の人やなこんなぶっさいくな写真載せてあそうなんだすごいこんな、あれなあの写真なんですか証明書みたいな証明書やってあれ なんであんなの手に入れられるんですかもっとええのどっからいや知らんそれは知らんわ賢治さんとかってそういうの手に入れられるんですかねいやいや賢治さんは手に入れられるいや賢治さん出てるんですか公の人か新聞とかなんか出てんのかな確かに証明書みたいな写真ぐっさいぐらいいや綺麗な方ですよすごい確かにあの証明書よりは綺麗しいつもなんか乳見せたりとかあのなんかパンツ見せたりそうするとなんかちょっと誤解が生まれますけどあのセクシーな、はい、してあしてるやろもうちょっとしたらもう先っちょ見えてんねあの 白のパンツのいやでも綺麗な綺麗な方ですすごくグラマラスです、そうそう綺麗なでもシャネルでバーッと包んだりって書いてあんねんけどそんなね派手なことないええ人間やでめっちゃええ人間そんなん書かれんねんなお前らそんな書かれたことないそれあるやろなんかちょっとあいつなんか書かれない僕はその何年か前に離婚した時に書かれたヤフーニュースみたいなのにでもその記事はそうさほどやったんですけどただみんなのコメントがヤフーに載せるほどのタレントかとかコメントその記事よりもそのコメント払ったって誰が書いてるんですか全然知らないやつでまたいいねとか押してるやつおるんですよいいねいいねコメントに対してはいいねいいね何を言うとんねん何を言うてんねんそのコメントも払ったっていいね押すやつもう一つ奥に探しようがないそうですね妨害者みたいに分かった腹立つねそんなこっちはいろいろ事情あるからこうなったんやせやのにねそんないいねって人の離婚いいねって別に載せてくれて頼んでるわけでもないこっちがねでもちゃんと書いたらええのになあれまたどこの何や言うたらまたねそっち側が書いよるからあれやから嫌やけどそうですね少ぐらい多分オープンに教えてくれる何もでも言ったんすけど何もでも言ったんでちゃんと正確な情報ちゃんと言うてこいちゃんと正確なこと言うたら言うてん師匠記者から連絡かかってきますもんねかかってきたかかってきただから飲んで一緒にご飯食べに行ったわどんだけ鶴瓶さんこっちからもかけてらっしゃるんですよね津田さんやろそうそうテレビのラジオの中でかけたってほんでうろたえとったわうろたえとったまあまあ別にこういう商売やからめえねんけどちゃんとかけやよなお互いねそういうもんなんけそうやもう折れたのが今だよもう折れたんか言うていろいろくんねやみなすぐに乗してくれね折れたらそしたらすぐ心配してもらいますよね折れたての時にそんなねいやだから中井が言うて中井と中井の番組でちょっと言うたらすぐ出るよあなるほど何人かおるわ岡村も出るやろなああそうですね中井とか岡村中のちょっと出た番組でバーッと言い合いしてもすぐ出んねんもんほんでなんで俺の出えへんねんと中井がね芸能人だと思ってるんですか言うたすごいこと言う芸能人ちゃうの俺何なの芸能人の権限みたいな人ですけど芸能人ちゃうのって俺ちょっと自信なくしたわ、まあ、いやいやちょっと世間の人だからさっきの垣根が、ね、まあまあ確かに低いからさっきのあの人誰おかまのやってある人ヒデさんのオリジナルにいや今日は良かった今日はありがとうございます今日はなんかできるような気がするさすが人間パワースポット人間パワースポットやっぱすごいですね何をできるの何をできるのなんかできるんですよパワーもらってるができるようになったそうやで何をできんねやろなるほどなパワーが何かができそうでも例えば新喜劇なんかで会場パッと出てみんなで作っていくやんかあれどうなのあれ調子悪い時もあるの誰かが今日こう絶対受けんのにってそれはないちょっとやっぱり間が悪かったりとか一番まあ大は受けるけど、はい、今日は来にくいなっていうののずっと積み重ねみたいなあんの誰か行かなあかんでこれ誰か行かなあかんでそれはないいやそう割とねそこまでフリーじゃないんでフリーなところとかもあるんですけどそこじゃないんでただほんまにあのちょっとベテランさんが最近ちょっと弱ってきてる弱ってきてるんでこういう時に弱って弱ってきてる何言うとるか分からないやつそうなんですよだからほんまに野球で言えばあの打順通り打ってくれたら別に三振とかでもまあいいんですけどとりあえず打順間違うたりとかが多いですね
はい、もう向こうの攻撃隊の連の守りに行って人みたいなとかね、結構な結構なそれ偉い間違いやそうな、その辺がだいぶ、いや高齢化がね、一緒やっぱりね強いの、それは激しくなってきてるんで、ああそうか、そう、一番高齢は誰やの、今桑原和夫さんですよね、桑原さんもう80なんです、ああそうですか、元気なんは元気ですけどね、元気でしょ桑原さん、元気です、あのドローン OA の所長やったの桑原さんは、ドローン OA って言って読売テレビの番組でやってたんや、はいはい、あの有川さんやって、あかんでっていう、あの誰かようやってたやんか、うん、誰やろ、あの阪神巨人がようやってた鶴瓶くんダメよって、はいはいはい、モノマネしてありましたね、したあの有川さんいう人が作ったんやけどね、そのドローン OA っていうのをやってたやんか、なかなかもうその時の所長やで、あれ、あそうですか、今はちょっと今だいぶね、ままあ、もう年やからね、それこそねえ、もう楽屋まで来てもう舞台でのタッチして帰ってくれはるだけでももうありがたい、ありがたい話なんですけどね、桑原神様みたいに会えたらね、会えたらね、ごめんくさいでしょ、ごめんくさいも言わはんの、まあまあそれはチャーリーさんね、あチャーリーちゃんね、桑原さん誰なんやった、桑原さんごめんくださいどなたですか、あそうですそうです、それがもうあのタレ乳をねつけて出はる、あああれあれの出した時に普通にシンプルな自分の乳やった時とかつけ忘れ、あそれそれ思う、笑っちゃうじゃないですか、それはすると面白い、ね、なんでおっさんの父みたいなそれめっちゃおもろい、それ笑っちゃう、それどうフォローするんですか、そこでも普通に会うような感じでいくんですけど、はい、最後おっぱい挟むところが、あ そ, あそこで本人はやっと気がつく、あそこまで気がつくしてるもんだと思って、そうです、それチェックせないよ、いや愛ちゃん高齢化感じたことあるの、そうですね、でも高齢化なんですけど、やはりあのちょっとスケベなところは元気と言いますか、やっぱりそう、桑原師匠が私の横に座ってた時にあの私あの半ズボン履いてて太もも丸出しやったんですよ、ほんで私の太ももねパーンパーンって叩いてね、うん、こんなはんぺんあったらずっと食えるけどな、なんだそれ、なんすか、なんだその感想言われたことある、いや愛ちゃん言うとくけどただの豚ちゃうよ、うん、セクシーやもんなんかな、えええええ、だってあのこういう、うん、あの体型の方好きな方絶対あどつぼじゃないですか、そういう人にも、あのそんな人おんの、そんな人言われたことあんの、いやそれがそれね言ってくださるんですけどね、うん、都市伝説ちゃうかなっていうぐらいないんです、都市伝説本当にないんです、結構だ そういうポ チ, ャ、ね、ポチャ専門、ポチャとかポチャ専門のとこあるやんか、最近はブームだってクローズアップ現代って言ってましたね、クローズアップ現代だNHK がついにポッチャリとかマシュマロ女子とか今流行ってるじゃないですか、はい、を超えてるのでえでももうあまあでもあのナオミもそうやんか、渡辺直美もあの超えてるやん、外国の人がなんか太ってるほど、どこの国ですね、太ってる国によってお尻大丈夫ですね、とかそうですね、大丈夫です、スリランカ行った時は、うん、あの初めてなぐらい男性にウィンクされました、うんうん、ウィンク、スリランカで、スリランカはそれぐらいの人が好きなんや、超えてる人がいらしいんですよ、スリランカってなんか痩せてるイメージあるね、イメージありますよね、なんかスリランカ航空なんですかね、なんか、うん、そこのスリランカのあのシアデス、シアデスさんね、みんな肉乗ってました、私ちょっと勇気もらいましたもん、あそんな肉乗るけど腹出してねやと思って、はあ、そんなシアデスさんはそんなんやねんな、スリランカのやっぱタイプ、タイプだよ、ごつい人なんかもなって言ってはりました、こうすぐこうやってウインクされて選べば目どかれて、ハワイのねイズっていうね、あのあれなんていうの、ハワイアンやってる男の人がね、これうまい人やわ、これもう亡くなったんやけどね、もうごっつい体やん、うん、ああ歌う方、ああ、ね、似てるって言われたことあるイズの背中やのCD のジャケット見るとちょっとびっくりするぐらい、そうなんですか、本当なんていうんですかね、こうすごいよね、こういうなんていうのかな、すごいよ、ドローンみたいな、こうピョピョピョだからこれあの何オカピーちゃうわ、これねオカリナ、オカリナユイピーとどっちが大きいねん、どうでしょう、ユイピーも大きいで、大概どんどん大きくもなってますね、あれユイピー大きい大きい、私の、ま、背は私の方が大きいですけど、ああ そ, うや、それやそれやからだいぶちゃうわ、なんか渡辺直美は、直美あは私の方が大きい、渡辺直美よりも大きいの、大きいと思います、あれ前回ここヤンタン出た時になんかダイエットみたいな話したじゃないですか、痩せるとか、やってます、え
ちょっと痩せた。やってます。ちょっと痩せた。一応黙りましたけど。あ、じゃあちょっと痩せました。やってますね。はい、痩せられましたね。少し。どれぐらい？2キロぐらい。やってます。やってます。なんか例えて2キロ痩せたってね。2キロ痩せた。師匠、毎朝スムージー飲んで。スムージーのいい感じ。バナナと無脂肪のヨーグルトと無脂肪のヨーグルト、無脂肪ね、脂肪が入ってない、少しの水、少しの水。だから100キロ超えてる。今100キロ超えてます。さっきも芋コリンとおいしそうに食べてらっしゃる。朝はでも頑張る。危ないって言ってましたね。初めて聞きました、リアクションで。美味しいものこれ食べ危ない、危ない、美味しい、危ない、食べ過ぎちゃう、危ないよな。いや俺もさっきカタカナ言ったんか、昨日昨日テレビ、あ、これ見ようと思ったよね、うん、容疑者の風景って、ね、容疑者の風景ってね、あの網走からあのなんか乗ってきはんねやろな、乗って容疑者が、はい、ずっと夜やん、ずっとね、はい、次の駅に着くわけ。ほんでどんな犯人やろと思ったよ、はい、で終わったら、ええ、容疑者の風景って報道ステーションですね。網走やからね。俺もずっとね勝手にもう俺もネット駅でよう容疑者に会うてんねん。そうそう、はいはい、俺がね手錠で雨だった。そういうのもほんまにほんねん思てな。俺容疑者が見てきた時、容疑者をね容疑者をね、こんなん映すってなって、それはすごいね。まあもう捕まってる人ならまだ容疑者やろっていうね。まだね、そうそうそう、まだどっちか分からんし、容疑者に行ったらどうすんねんっていう。だいぶ大胆な番組やろ。大胆な番組やろ。ずーっと見て、一人乗ってますって言うてんねん。ああ、一人の見た、あれ見てました、見てました。一人乗ったって、はい、乗ってらっしゃいました。そこまで俺あれが容疑者かまだ思ってない。ずっとこれでバーッと言ったら予期者の風だいぶ俯瞰からね、こう何やすんだっとこう走って追い方がマジやねこれ、ほんますごく静かなね中継だったんですよ。もうその電車のカタンカタンカタンって音だけの、だから撮れたんだと、網走から来てるからやな、はい、ね、えらい、特に網走ってやると余計に勝手にやっぱり網走に連想しちゃう。だからさっき声から聞こえて、網走からの容疑者の風景です。確かにちょっとややこしい。容疑者は網走にはまだね行かないけど、師匠カタカナ弱いっていう話から入ってましたね。感じです。両方向け感じだ。だからもうね早がてんや。早がてん。ものさ早がてんです。顎は早がてんですよ。でも聞き間違いはね。それほんまね、これなんていうの、カッコのところに何か入れろという点数あれあれ問題あれやけどね、それ全部書いたんや英語のあれで、ほんなら下の IAO の何かいろいろ書いてあるとこから持ってきて、いろはに吠えと書かなあかんのにずっと俺書いてしまった。そこじゃないねん。やりました。俺はお前とやったことはそれで全部ペケありました。いや俺ね大学受験やって、その時ね大事な時やほんで帰りにみんなものすごい喜んでるやつが、もうこれいけたいけた言うとんねん。じゃあ合わそか言うて言うと、合わそか、あそここうやなとか言って、伊豆やなとかね、接続詞入れていくのがこうやな言うと、ああそう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 って言って、でそれとかおかしいね、うーやろあれ、うーやろ言うてんの、うーってんの、あはわかるけど、うーはないよ、うーやろ、うーおいちょっと待って、うーってなんやねん。いやあれ下から選ぶねやんかって、え全部俺なちゃんと接続詞英語で書いて、えほんでアホやなお前言われてね、ほんでそいつはもう言うたらアパート探しに行こうって、うん、下宿探しに行こうよとったやん。俺もあっかんわ思って、あってだそいつが落ちて俺が取った、だから先生たちそれ見てちゃんとこう合ってるなっていうので、なるほど、あそうか、それでも OK にしてくれたんでしょうかね、きっと。ああ、そうですね、だって0点になっちゃいますもんね。そうや、それはあまりにかわいそうだから一応見ようか、合ってる合ってるなったんやろな、それは。選択問題でめちゃくちゃ間違ってたってことですよね。そいつは、そいつがもうアパート探しに行くの、うるさいこいつ、ほんまうるさいな、話題言うねんけどな、うるさいな、お前アパート探しに行く、早い早いわ、おい言ってて、早口が浮かれて、俺はもうずっともう落ちた、思ってたもん、かーっと思ってたよ、おかしいやろこれ。早とちり怖いですよね。家に来んねん、そのね、通知が、
ね、でもうそいつが電話が来たか来たか言うてたね。ね、ほんであとあ誰かが落ちたんや、木村やいつも、はい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 、あいつが落ちたんや、で木村から電話かかってきたら、はい、俺落ちたわ言うてんねん、で俺はもう通ったん来てんねん、はい、でそれ後に木村が言うとったわ、ほんまいや俺もまだ来てないねん言うたって、で和田は電話してね、お前落ちたんか言うとんねん、で和田も落ちたんや、ね、で俺は俺なんかあれどっかおかしなってたんじゃん、あれなんで俺が通って、はい、あの和田があの通らないねやと、まあ、思うけど、はい、それ木村はもう通らなかったんや、へー、でもさ通らない人通ってない人に通ったよとは言えないやん、まあ言いにくいですよね、じゃあ俺もまだ来てないねや言うてね、あそうですね、黙らなしゃあない、黙らなしゃあない、答え言えなくなっちゃうね、和田はものすごいもうあのなんていうのデリカシーがないねじゃあデリカシーがなかったそうそう、でもまあそれはそういうの思い出あるな、これあやとちりあやとちりとか思い込みとかね、めっちゃありましたよ自慢げに言うんですよあやとちりタイプやな、なんか全部一個1個ずつあの回答するとこずれててとかもあります、なんか見事に全部ずれてて、まあ、ありますよね、でもそういうの、いやいやよくねそうするなよって先生に言われるやつですよね、間違えるなよってとかもずっともうあのまあ次例えばあいうとかで選ぶとかだったらあいうとかで選んでいく回答、ね、それ3択だと、うん、はい、次あ今あやったし次にいいこんやろみたいなんで、うん、うって書いてとか、うが3つ続かんやろとか、なるほどなるほど、勝手な法則を、まあ、そろそろあー来るやろ、ね、見直した時にいいが1個で1個ぐらいあるやろ先生の心情でギャンブルそんなのかっちゃ掛け事じゃん、ね、絵の方にちょっと答えとかね置いときたくなるんじゃないかとかねよう通ったなそれが見事に全部外れて0点もありました、0点もあった、すごいな、答えを解くつもりはなくてとりあえずその記号でも勝負しようと、法則で記号の法則自分の中の法則があったでも年いってからもう試験ないやんか俺ら、あいうか自分でまあ落語覚えるとか作っていくとか、そういうの、まあ、それこそ予選とかありますよね、なるほど、新喜劇はそういうなんだ、でもオーディションっていう座長は自分でこういろんなこと作らなあかんやろ、あはいそうですね、台本打ち合わせしてとかっていうのはあります、すごいよね、新しいもんも作っていかなあかんのやろ、そうですね、だからなんかこう誰か若いやつを育ててるかどうか的な、なんか数字には出ないポイントとかもあんねん、なんかこう見られてモテるようなね感じもするんで、だいろんなところから見られてる、もちろんねその自分が座長衆の、うん、あの視聴率とかもありますし、集客とかもあったりもする、集客か、あなんか出しとるんですよ、細かいやつおるんですよ会社にね昔は吉本もどんぶり勘定やったのに会社におるの、劇会社おるんですよ、入ってますね、なんか何員動員とか、そうそうそうなんですよ、つけとるんですよ、へーすごい、で数字とかもちゃんと平均を出したりしてそんなこともやったりね、まあ、連れて川端が連れてきたらええわけやろ、愛ちゃんここへポイント入れようとか、そうとかね、うん、もうちゃんとどんだけしてるかって、まあ、それが逆に数字に出ないんで、うん、出ないの、そうなんですよ、でもみんな下のもんは分かってますよ、分かってる、川端にはみんな下手でやろ、はい、あの川端兄さんはほんまにあの若手、例えば私らみたいな若手が得意としてるところにこう全部当てはめてくれるんです、パズル、だからみんながあのこうおのおのぴょんぴょんって好きなことしていって、うん、あの新喜劇作ってくれるので、はい、ほらええねや、はい、はい、あの前も言いましたけど、うん、あのシュワちゃんのね、うん、あのコマンドってあるじゃないですか、はい、あのババ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 って打っていくやつ、はい、で私その映画見た次の日川端兄さんの打ち合わせ勉強させてもらってるんですけど、うん、打ち合わせ入って川端兄さんがじゃあこれは交渉交渉って引き出しをパパパンってやってる時、うん、あこの人シュワちゃんやなって思った、シュワちゃんこの人シュワちゃんやどうやったらいいなんちゅうの、分かりやすい、そんだけの説明せんと映画この人興味のあるトピックではありますけど、パスで分かるように言うてほしいけど、俺はこんなの好きやねん、全然分かりにくいねんけどそれがおもろい、自信を持って、あの目はもう真っ直ぐシュワちゃんだ、分かりにくいシュワちゃん、やっぱりシュワちゃんだ、さっきのちょっとラップやって
Yo, 派手な化粧、俺と系統、夏のファッション、ペイアテンション。文句のないシチュエーション、焼けた肌と身がモチベーション。一か八か花でも咲かせてみませんか。わかったわかった、怖い怖い。怖い怖い。何でしょうね。怖いわ。感情が全く乗ってないから。乗ってない。すごいですね。こんな単調にこうやって歌えるのもすごいですよね。ちゃんと覚えてるしね、きちんと。すごいよね、それ。そんなんカラオケでも。カラオケで歌って。カラオケで、はい。盛り上がらない。盛り上がらんやね。そんなんされたって困るやん。サビのところとかでね、ガッと盛り上げるちゃう。はい。でもあれ、4人が歌ってるので、イプさん。もう、こう、ガンガン、ガンガンって一人で歌うので。わかるわ。いや、ちょっと待って、全然俺ら分からへんけど。分かる分かる。あの、さすが座長。一人で歌ってる人やと、絶対息次のとこが出てくるじゃないですか。一人の歌手の人。でもさ、4人ぐらい踊ってると、誰かが入るわけ。誰かがすぐ入りよるんで、で、すぐ入らなあかんという。エロ、もうエロ、持ち前な、どけ、さあどけろ、ほんでもっともっと、メロって一人でやるんですか。お前何が何て言ってるか分からなかった。全然入ってこないんですよ、歌詞が。もっとメロしか分からない。いや、でもそれはな、こうやって、まあいろいろ作っていく中に、もう追われてるやろな、川端なんか次は向こうがね、例えば小籔チームが良かったとかあったらな、ちょっとやっぱりやるやんか、やっぱりやらなあかんやんか。いや、そうですね。だからそれがちょっと嬉しくもあるんですけど、新喜劇を見てくれてるということでね。だからその僕出てもせえへんのに、そうツイッターとかで今日の面白かったとか来るとちょっと複雑な、どう返そうかなみたいな。だからそのちょっと複雑で、自分も出てる番組でありながら自分は出てない、なんでしょうね、この変な、もうすごい変な気持ちですね。どこに力を入れていいか。なるほど。まあまあ、それでも50で自分が座長でやってたらそんなんやわ。俺はもう達観してるわけないけど、何でも許せるようになったわ。あ、視聴率ももうそんなもうどうでもええわみたいな。まあまあ、それでね、やっぱりほんまにそうよ。なんか悔しいとかそんなないわけやんか。どっから変わるんですか、やっぱり。何やろな、まあ、みんな友達になってしまうから、どう、うん、そ、まあ、俺が変わってんのかわからないけど、やっててみんなが楽しければいいやっていう。まあね、誰がええで誰があかんとかないやんか。そんなあんねんで、あんねん、それで食うとんねんからね。そんな思えへんわ。へえ。そ、ほんまに若い頃からちょっと。いや、若い頃から絶対、それは吉本という化け物みたいなとこと付き合ってたけど、こっち松竹でしょ。で、なんか目立ったなあかんやん、ちゃうことせなあかんやんか。ね、もうやるもんなかったからチンチン出したんやけどね。いやいや、その追い詰められた、ね、若い子、今年ってからなんか、ね、いや、じゃあフジテレビではちゃうやん、うん、そのね、言うたら追い込まれてって面白いですけどね、そこから追い込まれてその結果もう全部むき出しになっちゃって、っていうか本人はやりたくなかったんですよ、本当。人間って追い込まれる人すごいですね。そこまでいっちゃうんですよね。いや、なんかだからそういうのはずっと吉本とのあれはあった。吉本の芸人とは仲良かったけど、吉本という化け物みたいなところと付き合って言ったからね、それあったから良かったんや、これね。うん、全然違うタイプやんか。吉本にいてそうでいてないっていうか。まあ、そうですね。逆に その時代にそれだけお付き合いされた方いないんですもんね、だから松竹と吉本。そう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 、だからあの吉本の番組も出してもらったもん。うん、なんかみんなが楽しかったらいいっておっしゃってるじゃないですか。この前私ね、難波の近く、あの NGK の近くのコイロリっていう焼肉屋さんにね、一人で食べに行ってたんですよ、お昼。でね、あのランチプラスキムチの盛り合わせ、海苔でスープで、ウーロン茶2杯頼んでて、一人で黙々と食べてたんですよ。あ、ちょっとハラミ追加で、はい、ちょっと待ってね。川端がね、キョロキョロキョロしとんね、これこの喋りでええのかみたいな。心配ちゃうの、ちゃうの、ちゃうの、心配してる。優しい、優しい、多少、多少、シワちゃん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 があったから食べてたんですよ。で、しこたま食べてたんですよ。ほっそしたら隣の男性がスッと立って、あの愛ちゃんの分もって言わはったんですよ。で、えっと思って、私めっちゃ食べてんのに、いやほんま結構ですって言ったら、いや僕ね、実はあの昔鶴瓶さんにお世話になって、これでご飯とかもごちそうになっててねって言って、あやだのラジオも聞いてて、愛ちゃんも鶴瓶師匠にお世話になってるでしょって言って、だからあの今日は払わせてくださいって言って、あの僕もよく
楽しませてもらってって言って、うん、あの払わせてくださいって言って、って言っていいですいいですって言ったのに払ってくれたんですよ。でもめっちゃジェントルマンで名前も言わず私が食べてるところでもこうめっちゃガーって千と千尋の豚みたいに食べてたけど何も声かけず払って払う時だけ、鶴瓶さんにお世話になったし、ご飯もごちそうになったし、あのいつもほんまに楽しませてもらったんですって言って、鶴瓶さんにはって言って、それで私ご飯ごちそうになったんです。名前も言わずに、俺ラジオ聞いたんで名前も言わずにな、どこの焼き肉やったの？難波の小いろりです。小いろりのあの奢ってくれた子、はい、ありがとうございました、うん、本当に。ほんまに私だいぶ頼んでたんで、もうズコーってならへんかったから。ランチと思えない値段。いくつぐらいの人やった？40後半か50代、まあまあだからそのあたりが多いね、そのあたりの男が多いね、これ。あ、男性ね。そのあたりの男がもうめっちゃ多いねや。そうですね。おっさんが、おっさんファン。生放送でも、そうや。おっさん。おっさんけど見てた僕らがもうほんまに多感な時期が、師匠が出てたこれやつや、とかもそうですし、僕らも9年9組とかもう楽しみで仕方ないですね、同級生とかと一緒に。もうなあ、そういうのを僕らぐらいしてたんです。だからあれは吉本にはやってないやん、9年9組とか嫁がばとかもそんなやってそうな感じないやんか。だからそういうものやってるね、パペッポとか。あ、そうですね、もうパペッポなんてもう一番こう多感な時期に、見てた世代、多分だから僕その人多分そうな、俺も知ってるかもしれない、同世代、年齢的に同世代の同世代やな、東京の人はあんま知らへんからね、その辺りは。なぜ出てんのって言われるぐらいのいや、なぜここまでね出てんのか言われる、分かれへんの。でも我々世代だともう子供とか物心ついた時からずっと一緒出てるみたいな、そうですね。あ、そのぐらい若くなるとね、若くなると、うん、東京だとはそうなんですね。じゃあもうちょっと上の世代、50代ぐらいの方は、50代ぐらいの人やろな。東京市は知らんかったやろ、俺のことそんなには。いや、さすがに私も年齢的にはもう知ってはいましたけど、まあ、要はパペポとかそういう話はほとんど知らなかったですよね。知らないな、うん、そう。東京でバッて行かれたのはきっかけは何だったんですか？ずっと関西でやっしゃって、うん、いやいや、だから東京の、まあとにかくなんか俺それも週刊誌やけども、はい、そのなんていうの、まあ、いろいろ訪ねてこられて、で進出してくれ言うて言われて、ちょうどたけしんさんとかさんまとかひょうきん族やってるのと、それから元気の出るテレビ、その間日本が俺の 裏に来てくれと、とにかくたけしを倒す、ね、たけしを倒す、それからたけしを倒すためにとか言うてね、でラジオもずっとやってたから、でそれからその言うた日テレの裏が、日テレでやってた裏がひょうきん族やねん。へえ。TBS でやってた裏があの元気の出るテレビ。うわ、全盛のね。じゃあもう西の王者としていく、勝てるわけないいやでもすごいな、すごい、半年ぐらいで終わったよ。いやいや、勝てるわけないち、せやけどそれはこれはほんまに言うたらええんだけど、その2つはもう全然負けてもたやんか、もちろんね、勝つ負けじゃなく、もう終わるわけやんか、でもテレビなんて終わったことなかったやん、こっちでは。あ、なるほど、自分が辞めたいと言うたら、はい、終わるんだけど、東京で終わんねやと思ったやんか。なるほど、それが初めての経験、終わんねん終わんねんって言うてたけれど、はい、まあ、終わんねんで終わんねんけども、そのね、朝の女と男聞けば聞くほどって言って、はいはい、その例えば何やろ、一番分かりやすいのは勘九郎とか、勘三郎の死んだ勘三郎とか、はいはい、大竹忍とか、そのまあ、もっとすごい人やろな、もっとその当時すごい人がその朝の伊藤洋華堂の番組に出たい言い出したんや、はい、自分で言うのおかしいけど、はい、男女で来んねん、で自由に喋れるわけやんか、で俺とばあ喋ってもう楽しかったんやろな、その番組がすんごい数字よかった。へ、だからそれを持ってたから、あの何他にいいとも言うてきはったし、それからやっぱりそういうの一本持ってるいうのがすんごい大事やねん。聞けば聞くほど出たい言い出したん、そんなもんすごい人やで、みんな、なんでそんなん出たいの、あっこは自由に喋れるから、全然別に何もアンケートもいらん、そのままで。ああ、そうなんですか、うん、でもラジオ見、そうそうそう、でその延長が今の A スタジオやわ、俺が調べたらええっていう、
そうそう、そんなん一本持ってるような強いねん。だから今家族に乾杯やんか、自分のような、はいはいはい、あんなん一本持ってるの強いねん。もうどんなその前世じゃなかったもいいから、なんかちょっと師匠今一本持ってないけど二本持ってありますけどね。今もうパッと例えだけですでにね、そうだね、人気番組がもうやってるから徐々に徐々に持ってたらね。うん、まあ、確かに乾杯のやっぱイメージ強いんですよね。いやそうでしょうね、まあ、見てるよって乾杯師匠とご視察するときいつも言いますもんね、やっぱりみんな乾杯。ああそうですね、鶴瓶に乾杯見てますって皆さんも、うん、そうそうそう、ちゃん鶴瓶に乾杯って全然ね、鶴瓶の家族に乾杯やのにあれね、川端が突っ込んでくれるの別にええねんで、あのしまいにはね、鶴瓶に泊まろう見てます。ぶっちゃけなんかいろんなもんが、はい、泊まったことはないです。ね、皆さんおっしゃる。いつもバス乗ってはるやつあるでしょ。乗ってへん。恵比寿さん、恵比寿さん。恵比寿さんの高い。いや、感動しちゃって一緒かもしれない。混ざっちゃう。それでもええねん。それでも徐々にやっぱり徐々に売っていくいうのが、それはラジオはそうよね。ラジオが誰も聞いてへんけど、ちょっとずつ誰か聞いてんねん。これ誰も聞いてへんで、そのおごったおっさん聞いてるやんか。いや、これすごい。なるほど、ね、うん、そうやろ、重みがありますね。どんなんかどっか一本これ絶対大事なの持っとくべきやん。だからさっきみたいに怪盗グルーなんか、はい、ね、そんな誰も知らへん。まあミニオンとかあんなの知ってても、はいはい、だから怪盗グルーやってないけど、ミニオンはものすごい人気あるやんか、ね、で今度またミニオンのおかげで俺は出れるわけやんか、はい、さけどその子供は耳がものすごいから、あの誰々ちゃん言うて、まあ言うたら家族に頑張って寄っていくやんか、はい、ほんだらグルーやって、へえ、子供は何べんも すごいですね、すり切るぐらいグルー怪盗ミニオン見てるから、ミニオンから入ったグルーやねん。へえ、お母さんがもうグルーやでって言わはんねん。ええー、そんなん覚えてんの、俺どの子や忘れてんの。自分のグルーだよって言ってるけど意味分かれ、グルーだよってセリフ分かれ、覚えてない、グルーだよ杉ちゃんだよみたいな。でも子供ってそうやねん、へえ、何度も見るから何度も擦ってるからやねん。そうやねん、すごいもんやな、すごいなそれ。いや続けてることって大事やね、これほんま、そうですね、いや重いですね、あかんなとか思うとあかんねん、もうずっと続けてる、すでに何かやってればいい、そうやな、せやで、これ45年やってる人間が言うねんから、ね、そうやから2月の14日が45年やもん俺。そうですか、丸45年2月の14日もうすぐやな。そうですね、ありがとうございます。そうそうそう、2月の14日、はい、ちょうどバレンタイン、バレンタインデーの日にうちの嫁連れて、はい、あの入れてくれ言うたんや、ね、うん、もう結婚するから言うて、え、結婚するから入門ですか、うん、まあ、むちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃですね。今なんかみんなスーッと流して、あれ、うん、ちょっと順番が、その頃ができちゃった結婚に順番がおかしい、ね、結婚しちゃった入門まあまあね、このもう家出てきたはったからね、もうこの人結婚するからいうことになってやな、もうだからなってやないうことあれへんけど、はい、向こうも関係あれよ、お前の結婚は関係あれへんけど、ね、はい、そやけどなんかその頃なんか入れてくれた感覚あんねやろな、そのなんか入れる感覚いうんか、職場怖いんですもんね、入門者も、せやけどなんか、なんか怖い人っておもろいやん、怖い人と思う、誰が一番怖いか、バタ誰が、もう小籔が一番怖いですよ、怖いんですか、やっぱり後輩やけど怖い、ね、後輩、僕ら後輩なんですよ、で僕あの僕の若い、まあ、愛ちゃんとかそのあたりの後輩から言わすと、うん、小籔さんがいてる時の川端さんものすごい優しいって言ってあそう小籔ですかね、まあそれはありがたいね、うん、意味でのあれですけどね、注意してくれるという、うん、はい、おっしゃるんですか、そう言うてくれるんですよ、もうかなりね、なかなか先輩にねダメ出しする、言えないですよ、いや相澤さん本当にもう正直なやつやから、はい、それとまあここが綺麗からそのまま言うと受け取れんねんあれね、そうそう、おもろやっちゃなあれ、何やろ、うん、小籔怖いやっぱり、そうですね、まあ、小籔兄さんは私とかにはすごい優しいので、ね、うん、川端兄さんには厳しいんですけど逆ちゃん、はい、なんか私はチャーリー師匠の方が怖いです、怖いな、チャーリー師匠、なんか何考えてるか分からへんし、うん、
今日あのこの前も祇園花月でね、うん、あの男性楽屋の前で呼び止められたから、うん、あの違う方に呼び止められたから喋ってたらチャーリー師匠パーって来て、うんうん、私しか立ってへんのに、おいお前らどけって言って行ってお前ら邪魔やって言って一人しか行ってへんのに怖っと思って幅で決めてんじゃん、数じゃなくて、はい、数じゃなくて人数3人ぐらいだ、見えてたそうなんですか、ね、かエレベーターのブザーみたいな感じで私が悪かったんです、ね、人くらいにこう完全に私が悪い、はい、もう大体しかチャーリーさんとかな、はい、でこの間のとんかつ定食食べながら、はい、やっぱりとんかつは豚に限るな言ってました。大体でしか考えてないです物事。それではここで一曲お聴きください。私福島のリクエストです。ダークダックス銀色の道。いやでもおもろいな、いやこの、聞いてると楽しいよね。いや全然知らん世界やからね。そうですね、新喜劇ってほんまにね、吉本のしかも NGK に出てるメンバーもやっぱ楽屋にちょっと入りにくいとやっぱり言いますね。ああそう、はい、やっぱりちょっと一種のちょっとねなんかグループなんか、ね、入りにくい空気があるんかなという、うん、どこの座組でも行くのみんな。あ、私とか若手はそんなに決まってはないですけど、はい、よく出してもらう出してもらわないはあるんですけど、はい、あ、よく出してもらうのは川端兄さんとこととか小山兄さんとかスッチーさんとかはよく出してもらう。あのなんか仲間みたいな、スッチー小籔川端はね。あ、そうそうですね、仲いいです。あのなんとなくなんですけど、内場さんと辻本さんはだいぶ前から座長やってはるんで、でどっちかというと僕ら最近って言いながら僕ももう今年で座長やって10年、10年、10年なるんで、もう小籔はもう1年ぐらい長いんで、僕らでもかなり長いんで、早いことね次にバトンタッチを。座長は誰なんねやろな、これ。これちょっと楽しみやんな。いやそうですね、それがどんどんね、ずっとまた小籔が前に言ったようにそのままずっと次にバトンタッチしていくっていうのがすごい大事や、いうのはね、いい形にねなっていくと。まあ小籔は向こうですごいその東京で、まあ、新喜劇をずっと言うとるからな。小籔さんとまたイベントがあるんですよね。どこで、ありがとうございます。これナンバーグランド花月ですけれども、はい、2月の24日の金曜日ですね、はい、小籔川端スッチー三座長の今夜はしゃべろっかなキャンペーンというものがあるということですが、いやでもこれはもうすぐ売り切れるやろ、売り切れてるやろこれ。いやいや、これまたあの時間がねちょっと開演が遅いですね。遅いですね、夜9時45分からなんで。9時45分から。でもまあこの時間にご飯食べていこうかいう人おるやん。そうですね、はい、うん、そういう方にすごい開演時間です。繁盛亭でもこんな時間からやってるやつあるんで、ラゴンが3人やから。そういうのも結構、東京もある、東京あります、末広亭で深夜寄せとかやってる。深夜寄せやってるやつ、はい、このお三方が出る割には前売り1800円で、なんでこんな安い、安いような気がする。これ3人しか出ないの。さあ一応ね今のところ3人でみんな喋んねん。そうですね、24日、はい、当日券は2300円、いけんのかなということで聞いて、見に行かれるんですか。出るんじゃない、師匠お時間ありましたね。もうみんなにも世話になってる。じゃあ、あの、いや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 、チケット吉本の予約問い合わせダイヤルを一応お伝えしておきますが、0570-550-100 24時間受付をして、また年中無休ということですので、どうぞお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、ね、もう今日はもう2人出てもらいました。また出てください。ありがとうございます。どうやったの、このこういうラジオっていうのは。楽しいです、皆さんとワイワイ言って、川田は、いやいや、こんだけね、もう本当に皆さんの懐で甘えさせていただいていいのかなというぐらい、いやいや、そんなんね、これは常々ちょっとね、甘えさせていただけない先輩ばっかりの中で、どんだけ辛い、どんだけ辛い、温かい気分にさせていただきました。ありがとうございます。いやいや、またぜひ、まあぜひ来ていただきたいと思います。もうしばらく時間ございますけどね。なんでこんな中途半端なところに来るの？すごいよね。だからもう一回な、だからね、前のディレクターはね、もうギリギリでパーンと来るのよ。はい。ね、今度の渋谷はね、もうだいぶ時間あるのにパンほったらかし、6、7分余るんです、はい、毎回いつもそんな余るの。怒ってるわけやないけど、はいはい、まあそれやり方いろいろと思いますけども ね、 渋谷のやり方、ね、CM も大事ですからね。 あと6分ほどございます。もう少しゆっくりしていただいて、はい、3分、押し出せしちゃったから、はい、全然3分喋っていただいて、違うね、福ちゃんもおかしいやん。これ押し出せしたからもうそろそろ終わりかいな。そうです、
しかも、あかんで、それは。そうですか、私が悪かったかな。僕とマリリンで、あの、福ちゃんいなかったら、二人でせーのって言って、このお知らせするっていう、実は。あ、そうだったんですか。そう、役割があったんですよね。だから、さっきからそれ緊張して、ずっと目合わせてて。そうそう、いい、そう、でも、マリリンが1時間前ぐらいから目合わせてくるから、いや、まだ早いだろ。お知らせ、どこでタイミングで話すんだよ。いやいや、これでも、毎年、どれ、何回目ぐらいなの。あのね、トークイベントという形ではね、初めてなんですよ。一番、あの、三人が中心になった新喜劇と、あと、コーナーとかやる。イベントは何回かやらせていただいてるんですけど、はい、どんなあの舞台でお前小籔に怒られたよね、おもろいで、そうです、お前が小籔に怒られてるとこめっちゃおもろい、ね、いや怖い怖いです、的確なんですよ、的確に大の大人しかも先輩怒りますからね。ものすごい的確に今でも怒る、怒れば的確ですね、こんなことか、的確、もうこの前で言いますと、あの小籔がね、またあいつええやつやからね、スッチーと3人であのグループラインがあるぞ、またこれ、女子高生みたいなことしてるんですよ、3人で、ね、ほらそこにあのものすごい感銘を受けたあの人のこう言葉とかを送ってきてくれるんですよ、定期的に、はい、で僕はだからこれはね、ええ言葉やったし、これはこうやってああやって、いや俺もいつもこう思ってるけども、これからはこの言葉でこうこうこうでブワーっと書いたら、小籔が返事が長すぎる、いや厳しい、重すぎる、いや俺怒られる思て名護したのに、グループラインで怒られて嫌ですね、そう、俺スッチを僕が怒られたの見たから、はい、いや感銘受けましたみたいな感じで書いたら、はい、次から短すぎるお前ちゃんと読んだんかみたいな、ダメだし、うわ厳しいな、グループラインの開始までちょうどええとこないんかお前らみたいな、ラインってお前やってんの、やってます、やってますラインやってんの、もちろん、全然そんなんやないやん、まあでもメールみたいな、まず発音がしょうがしい、ラインって言ってますからね、まあ、何ラインって言ってたら、小籔に怒られる、お前に怒られる、そうですね、はい、今こういうライン、はい、ラインなの、なんかでもラインみたいな押すとラインって言いません、ね、確かに師匠の小林さんでもラインって言います、はい、あ、なるほど、もしかしたらでもライン、でも普段はラインです、ライン、はい、ライン、でもアナウンサーの中でも結構揉めて揉めの言葉ではありまして、本来の発音はラインです、おそらく企業名はラインなんですよね、はい、ラインなの、でも一般的にはラインと言われている、誰がラインって言ったの、一般的に、ライン、一般的に言われている、まあ、英語の元々はラインなので、僕はあの レディオですか、ラジオって、あ、レディオ、誰がラジオって言うたんやというね、そいつ連れてこいっていう、レディオや、レディオでよかったやんって、もう今更レディオ言ったらええかっこ言うてるみたいな、かっこつけてんじゃねえ、ね、でほんまレディオなんですよね、そうです、ほんまはレディオ、もともとはそうでしょうけど、でもレディオにしよう、まあ、でももうラジオになっちゃってますもんね、まあ、カメラキャメラ問題、あクマモン、えクマモン、クマモンとクマモン、クマモンやろあれ、でももともとはくまモンかな、 TBS 系列はくまモンなんですよ、ね、そうなんだ、日テレ系列はくまモンなんですけど、え、そんな、え、あ、ほんな学術企業がイノシシみたいなもんやな、まあ、あの公式どういうことですか、いやいや、だから俺らが普通に、はい、あの言うたシーズンズでナレーションやってたから、はい、ね、あのイノシシって言うてないの、イノシシやね、あ、なるほど、でも師匠それちょっと京都が入ってるんじゃないですか、いや知らん、その言わはった学術用語はイノシシ、イノシシ、まあ、イノシシ共通語はイノシシだから、そこ、まあ、前は男弁で、あ、じゃあ男、大阪弁で喋って、はい、そのイノシシだけは言わせてくれへん、ね、共通語で言わ、共通語で言わなかった、だからせやから、なんか喋りやすいやんか、大阪弁やから、はい、そこ一箇所だけイノシシってのあるのだから二角兄さんさ、イノシシイノシシ上沼相談員言うてね、言わないイノシシイノシシではちょっとね、イノシシやで、で熊やねん、熊、あ、熊ですね、熊じゃないんだ、熊、熊です、ね、で熊門は熊門、熊門、熊門、はい、熊門で熊本、そう、熊本です、熊本の熊門、熊門というと違うと言われるんです、熊本、地元の方が違うって言うんです、熊門って言えば熊本の人は熊門です、熊門、粉門と一緒ってことですね、そうそうそう、でもそういうことです、熊本の門で熊門だからって、うん、熊本門の熊門っていうことだから熊門と呼びましょうという、それ言われたら見てる人があの人間違えたみたいに、でもこう熊門の方が俺らぴったりいくんだけど、熊門やな、熊門です、はい、あの歌も悪かったよね、熊門っていう歌あった、ね、あれからもみんなもう熊門、あれがちょっとね、それにも
引っかかったもたってみたいな、そういうところも。あと何分やの？あと30秒あと30秒次はもう早い、もうなくなっちゃいました。なんでもこのバランス悪いの、はい、次30秒しかない、30秒ほど、どっちかない、どっちかやっぱり最低なラジオや、次何分ってやつ、ね、あんまり言わないです、ね、あんまり言わない、あと何分、意識はしてますけどね、意識してましたね、最低なラジオや、30秒ぐらいあるね、あとラジオなんで、あと、あ、もう OK です、もう終わりましょう、もう終わりましょうか、OK です、ごめん、ごめん、そこら